2017年8月の19日13時18分だ。行くぜ。イチゲットおめでとう。はい、こんばんは。 SDR さん、してありがとう。いいや、はい、4コメントありがとう。4コメントありがとう、 SDR さん。えい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 、好きとかいらねえからどんどん俺のこと叩け。まさくん、ありがとう。シュシュコメント、どんどん叩いてくれ、どんどん叩いてくれ、俺のことをぶっ叩いてくれ。俺ね、囲いなんていらねえ、囲いなんていらねえわ。バッキンガムにぶち込んでくれ。好きとかいらねえから気持ち悪いコメント書くな。どんどん叩いてくれ。うんこありがとう、正面太郎。うんこありがとう。ただいま。おー、どんどんディスってくれ。ゴミクズ、いや、はい。ゴミクズ、いや、はい。お前の母親を否定してやる。ありがとう。寄り目で、いや、はい。ゴミクズ、いや、はい。いや、いや、いや。だってさ、だってさ、いいんだよ。もうゴミで生きてくって決めたから、俺。俺ゴミで生きてくって決めたから、みんな。ゴミクズはゴミクズらしく生きろってことでしょ。ゴミクズはゴミクズで生きるよ。そうだろ？ゴミだろ？ゴミ。ゴミはゴミなんだよ。わかる？ゴミはゴミなんだよ。ゴミらしく生きようぜ。ゴミはゴミなんだよ。わかる？何か自分よりも身の丈に高いことをやろうとか、そういうのはいらないだろう。そう。社会から生きちゃいけない人間ってあるんだよ。生きちゃいけない人間って。何をやってもダメなんだよ。根性がなくて、弱気で。Go to hell? Go to the hell. Welcome. そう。いや、ゴミだよ、俺は。ゴミだよ。もう終わったんだよ、その時までさん。その時が来るまでさん。もう終わったんだよ、俺は。俺のライブを楽しんでってね。そう、もうね、疲れた、俺は。俺はもう仲間もいないし、もうダメなんだよ。落ちたんだよ。尊敬なんていらない。尊敬なんていらない。もっと叩け、俺のこと。もっと叩け、もっと叩け。死ね死ねコメントが欲しい、俺は。死ね死ねコメントが欲しい。死ね死ねコメントをくれ。4ボタンを押してくれ。4ボタンを押してくれ。俺の居場所なんてどこにもねえよ。そう、死んで、死ね死ねコメントをくれ。死ね死ねコメント。のんちゃん、のんちゃんトイレか。死ね死ねコメントありがとう。なんでやりきれないのか。根性がないからだよ。弱いからだよ。人間は弱いんだよ。そう、器がある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 。そう、甘えている。でも人間は誰も器が小さいし、甘えたいし、俺はそういうもんだと思ってるけど、俺はそういうもんだと思ってる。人間はみんな器が小さいし。死ね死ねコメントありがとう。死ね死ねコメントありがとう。そう、金を稼がれてたのがダメだったんだよ。俺はゴミクズだよ、ゴミクズ。そう、甘えに逃げたんだ。そう、やりたくないことから逃げて、そうやって生きてきたんだよ。そう、もう旅団は解散した。旅団はいない。うんこありがとう。うんこありがとう。そう、ゴミらしく生きる。身の丈に合った生き方をする。そう、ゴミが1億を稼ぐなんて夢は叶わないから夢なんだよ。夢は叶わないから夢。そう。終わりなんだよ。
終わったんだよ。夢の時間は終わったんだよ。こっから待ってることは現実だよ、現実。ここから先は現実だよ。苦しんで生きるんだよ、みんな。みんな、苦しんで生きるんだよ。え？もちゃんも帰るよ。嘘、帰っちゃうの？また来てくれる？もう来ないよ。なんで？なんで？来て、こっち来て。クズだから来ないよ。なんで来ないの？え？クズだから来ないよ。だってもうゴミクズだよ、俺。ゴミクズだよ。なんでのんちゃん怒ってんの？クズだから。なんで？クズじゃん、だって俺。だからもう帰る。なんで帰っちゃうの？クズだから。どういうこと？おのんちゃんも失うの俺。え、のんちゃんもう来ないの俺の家。そうだよ。なんで？クズだから。俺のんちゃんも失うの？そうだよ。なんで？なんでのんちゃん失うの？なんで？なんでちょっとのんちゃん待って、なんでのんちゃん来ないの？だってゴミクズゴミクズって、なんで？やだやだ、のんちゃんなんで行かないで、のんちゃんお別れなの？もうのんちゃんなんか言ってよ。クズだから。もうお別れなの？そうだよ。分かったわ、ありがとう今まで。気をつけて帰ってね。バイバイ。うん、バイバイ。終わったわ終わったわ、のんちゃんも失ったわ。ゴミクズだわ。底辺、最底辺だよ、最底辺。地を這うぞ、地を。ここには何にもないから、ここには何にもない、ここには何にもない。何かがあるっていいだろう。憎しみとかいざこざとか喜びとか悲しみとかあるだろう。地獄って何だと思う？何にもないんだよ、真っ白の世界なんだよ。真っ白なんだよ、誰とも関わらない真っ白い世界。誰か叩いてくれ俺のこと、誰か叩いてくれ。何にもないのは辛い、何にもないのは辛い、何にもないのは辛い、何にもないのは辛い。誰か俺のこと叩いてくれ。死ね死ね、4ボタンを書いてくれ、4ボタン書いてくれ。終わったんだよもう、終わったわ。あー、うんこありがとう。うんこありがとう。ああ、お釈迦様を見下すぜ、こんなの。へらったぜよアリス、へらったよ。いや、オワコンだよ俺は。もう閲覧30とかになるんだよこれから。終わってくんだよ、もうダメだ。生き恥、人生全部黒歴史。イエーイ、人生全部黒歴史。
やもうイベントやらないよ、もう死んだよ、もう。うんこありがとう。俺はもう落ちたんだよ、地の底に。ほや出ない、わかった。出ないっていうかもう終わったから、もうイベントないから、もう誰も出ねえよこんなの。わかんない、のんちゃんゴミクズだから嫌だって、もう来ないって。ふんび、いいよ、ゴミはゴミらしくぶっちゃう、ぶっちするわ、ゴミなんだから。いやもうゴミだよ俺は、ボルサリーノ、俺はゴミだよ、ゴミ、全員俺はゴミだよ、ゴミ。いいよもう一人で生きてくわ、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 一人で生きてくわ。いや本性だよ、ふわっち2号さん、これが俺だよ、ゴミクズだよ、わかるか。もうダメなんだよ、破産したね。眉毛生え始めた、せっかく剃ったのに。そうだな、ずっと一人だな、もうダメだね、ヤノラッキー。頑張らない、やめて、頑張らないから、頑張らないよ。スイスからの配信はいいね、俺が知らない世界を見れてすげえよかった。ひろゆきさんありがとう。あー出たくないか、オッケー、わかった。じゃあイベントはなしにします。はい、全部投げ出すわ。いや俺はゴミだよ本当に、生きてる価値なんかないよ、ゴミだよ、ゴミ。詐欺は詐欺でしょ、人を欺いて金を取ったんでしょ、それ以上もそれ以下もないでしょ。人を欺いて金を奪い取って誰かを困らせたんでしょ、誰かを泣かせたんでしょ。うんこありがとう。旅団は解散した、ふがふが言っててよくわからない。アンチコメントありがとう。そうゴミじゃなくてうんこ、ゴミじゃない、もう。どんな気分、やっぱ気持ちいいもんじゃないよね、やっぱり気持ちいいもんじゃないよね、罪悪感とかしかないよね。うんこありがとう。そう俺はそういう人間、実話だよボルサリーの、全部嘘ついてないよ。うんこありがとう。いやフォローは任せるけど、もう這い上がれないかもしんないよ、もうダメかもしんないよ。別に俺に許可なんか必要ないよ、自由に生きようよ、俺も自由にやってくから、リスナーさんも自由に、別にフォロー抜けたきゃフォロー抜けて、見たくなきゃ見なくて、見たかったら見て。もうでも一人ぼっちだから、さよなら、さよなら、ありがとう、またどこかで。人は簡単には変われないんだ、人は簡単には変われないんだよ。いや悪酔いしてる。
悪酔いしてる。引退はしない。好きにやる。大丈夫だよ。そうだね。孤独に行きます。ガキ以下だよ。最低だぜだろそこは。グズマ最低だよ最低。最低でいいじゃん。そう変わらない。もう受け入れる。俺は受け入れる。旅は再開しません。旅はもうやめました。旅団解散しました。うんこありがとう。なんでこんなにクズなんだろう。生まれてきちゃいけなかったんだよ多分。生まれた瞬間に殺さないといけなかったんだよ。何もないよ受け入れた先には。何も続かなかったな。何にも続かなかったな。そうだね。選択を間違えたね。情けないね。かまってちゃんだよ俺は。俺はかまってちゃんだよ。旅やめた。ああいうかまってちゃん、みんなかまってちゃんなんじゃないの。みんなかまってほしいよ。俺一人寂しいけどね。誰もいないから寂しいけどね。いいよ別に。ダサくて。ダサいんだもん。ダサくていいよ全然。企画も旅もやめる。企画も旅もやめる。かまってほしいよ。かまってほしいよ。俺もかまってほしいよ。なんでダメなの？かまってほしいのか。配信はやめない。フォロー外した。はいありがとう。いやもういいよ。終わったんだよもう。いや騙す才能なんかないよ。才能なんてあったらこんなことやってねえよ。投げやりじゃないよ全然。投げやりじゃないよ全然。本音を言ってるだけだよ本音を。
自分の本当の気持ちだよ今。自分の才能がない、ただそれだけだ、うんうん、今までやってきたことは全部地に、もう全部まっさらになったね、全部終わった、全部終わった。才能も人望も根性もなかったね、大八さん。才能も人望も根性もなかった、うん、もしもーし。もしもし。あ、お疲れ様で。お疲れ。え、イベント やめちゃうんですか。もう旅もイベントももう根性なくて、もうゴミで俺は。もうダメだわ。え、なんでそういう感じだったんですか。いや、もうブッキングもうまくいかなくて、で、はい、もう会場も抑えらんなくて、会場すらも、はい、うん、え、マジっすか。マジでごめん、アキラッパ。いやー、申し訳ねえ。諦めずにやろうっていう感じにはならないんですか。もうゴミらしく生きてこうと思って、これからはゴミくずらしく。いやいやいや、そんなこと言わないでくださいよ。いや、もうアキラッパほんとごめん、俺ゴミだわ。いや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 、俺はゴミなんだよ。もうそんな、やっぱもう俺は終わったんだ。アキラッパほんとごめん。もう二度とイベントやるとか言わねえから、ほんと申し訳ねえ。マジっすか。マジで、もう根性なしで、もうクズで、何人望もなくて、もうダメだ、もう俺はゴミクズなんだ、アキラッパ。え、だってまだ時間全然あるじゃないですか、なんでそんな諦めちゃうんですか。いや、もう本当にもうファンの信用も失ったし、もうこれから閲覧30で頑張っていこうと思うわ、一から。いや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 、なんでそんなあれですか、そんな減らっちゃってんすか。いや、もうヘラだから、俺はゴミクズだから、ごめんな、アキラッパ。いやー、ちょっと和道さん、それはないっすよ。ごめん、本当に頑張りましょうよ。いや、もう頑張ったら頑張った分だけ、もうこれ以上頑張ると多分俺疲れちゃうから。いや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 、もう疲れたくねえ、心の底から。家で、はい、ぬくぬくゴミらしく生きたい、ゴミくずらしく、ドブネズミ。いや、でもやっぱ、うん、でもやっぱ吐いた粒は飲み込むのはちょっとかっこ悪いっすよ。いや、もう全力で今飲み込んじゃってて、もうほんと申し訳ない、かっこ悪いんだ俺。ごめん、アキラッパ、マジで。いや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 、頑張りましょうよ。いや、もう本当にごめん、アキラッパ、マジで。せっかくね、あのイベント出てくれるって言ってくれたのに申し訳ないんだけど、もう今のままじゃ無理だわ。え、だって夜中の時点ではなんか頑張るからみたいな感じだったじゃないですか。朝起きたらもうダメになっちゃった。え、なんでダメになったんですか。心が折れた、俺の。いや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 、マジで早いっすよ、それは。ちょっと、いや、もう本当にもうこれ以上頑張ったらもう疲れちゃう。ではもう疲れた。え、でもだって結構企画打つために結構あれじゃないですか、うん、支援とかいろいろあったんじゃないですか。何支援って。え、だから、そのなんかリスナーさんがアイテムくれたりとか、うん、だからそれは全部俺のポケットに入る。マジっすか。それは俺のタバコ代と焼肉代とパチンコ代に消える、そこは。それはちょっとあれっすよ。そう、それは全力で高架機動隊2を日新宿のアラジンで、多分今日あたりなくなると思う、今日の夜多分日新宿で高架機動隊で全部使っちゃうと思う。いやー、それはちょっとよろしくないですよ、それは。さすがに、もうそういう、俺はゴミクズとして生きてこうと思って、
これからもこみくずらしく。いや、開き直りはよくねえっすよ。やっぱり、応援してもらったら、それはそれで、やっぱりあれじゃないですか。企画が、まあ、まあ、失敗するんであるにしても、それはそれで、やっぱり何かしらの形でリスナーさんにお返しした方がいいとは思うんですけど。いや、もう、本当に心折れちゃって、申し訳ない。いやー。うん。明らかに今までありがとう、本当に。俺はゴミなんだよ。俺はゴミなんだよ、本当に。アキラパありがとう本当に。いやーマジか。だから今度からはもう俺の悪口どんどん言って、もうコメント欄しねしねで、うんことかもういっぱい投げていいから、うん、いやいや別にそういうつもりはないですけど、もう本当壮絶にディスをしてくれ、ぶったたいてくれ、もうゴミとして生きてくから、うん、いやいやでもなんかしらけじめをつけた方がいいっすよやっぱり。いやもう本当もう旅もやんないし、うん、俺はもうひっそりと閲覧30の中でゴミクズで生きていくから、俺をブロックしてくれアキラッパ。いやいや俺をブロックしてくれアキラッパ。いや和藤さんブロックしたところで何の解決になるんですか。いや俺をブロックしてくれマジで頼む。いやいやいや、ブロックしたところで何も変わんねえっすよ。頼む、俺の今すぐブロックしてくれ。もう共演 NG 和藤ってみんなに言ってくれ。ゴミクズだからあいつとはもう二度と関わんねえわっつって、うん、いやちょっとそれはあれっすよ、ちょっと、うん、いやゴミになりすぎっす。ゴミなんだよ俺はアキラッパマジで。もう酒に溺れてっから今、酒に逃げてるから。でも本当に今酒の勢いでそうなっちゃってるかもしれないですけど、でも本当に冷めた時マジで後悔しますよ。いやもう本当にこれは決まったことだから、もう旅もやめる、あのもう旅もやめるし、あのもうイベントもやらねえわ、二度とやるとか言わねえわ、うん、二度とそういうことは言わねえわ、もうゴミらしく生きるわ。それじゃプロ配信者じゃなくなっちゃうじゃないですか。いやもうだからゴミクズだって、今日から俺はゴミクズを名乗ってる、うん、プロじゃないんだ、もうゴミなんだよ、うん。じゃあもうあれですか、遠回しな引退宣言みたいな感じですか。引退は絶対しないね。引退絶対しないなら頑張りましょうよ。いやもう本当にイベントだけは勘弁してくれ、本当にもう放送はぬくぬくと閲覧30でやっていくわ。いやでも勘弁してくれって言われても、でも自分もその気で結構話に詰めちゃってたんで、結構それじゃ引っ込みつかねえっすよ、うん、そうだよな。はい、うん、申し訳ない本当にアキラッパ、本当ごめん。もう箱も押さえることもできないしさ、ブッキングも決まらないしさ、はい、うん、本当力ないのに誘っちゃってごめん、申し訳ないアキラッパ。いやいやいや、もう壮絶にディスしてくれ本当に。もう何言われても反論しねえから俺。いやーそれじゃちょっと和藤さんらしくないっすよ。いやもうダメなんだって、才能なかったんだって俺には。そうだからみんな才能なかったって、だって才能なかったら今までのだって実績は何だったんですかって話っすよ。あれはだからあれだ、バブルだよあれは。なんかふわーっとなんか和藤面白いねみたいな空気感が、その空気感が俺を狂わせてしまったんだよ。本当はゴミクズなのに、あの和藤いいやつみたいな空気がダメだったんだよ。そこに俺は騙されてしまったんだよ。勘違いを起こしたんだよ。勘違いを。ふわーっとなっちゃった。そんなことないっすよ。絶対本気でそうやって言ってくれてる人いっぱいいたっすよ。いやだから詐欺師なんだよ俺は。そうやって騙してたんだよ人のことを。詐欺師なんだよ。俺はもうゴミだったっていうことでやっていくんだこれから。マジで。ネタでもなんでもなく。じゃあもう何のけじめもつけずに、うん、ってことっすか。うん、そう。申し訳ねえ本当に。いやそれはちょっとあれっすよ、うん、せめて何かしらのけじめはつけましょうよ。いやもうこれ以上やるともう余計迷惑かかっちゃうから。いや迷惑とかじゃなくて、うん、いやもうこれ以上裏切れねえわ、もう散々裏切ってきたから。
だったらそのなんかパチンコで使うとかそういうのもやめましょうよ。いやもう今すぐ高架機動隊打ちたいと思ってる正直。西新宿のアラジンで高架機動隊。ただあれじゃないですか、現実逃避してるだけじゃないですか。いやもうそんな感じだわ俺もう。現実で生きてるわもう本当に。いやこれ以上迷惑かけたくないって言うんだったらやっぱそこはあれじゃないですか、うん、裏切りたくないみたいなことを言ってるんだったらやっぱりそこはあれじゃないですか。いや違う、これ以上もう迷惑をかけたくないよ。もうていうかプレッシャーになるから、もう正直もうこれ以上耐えらんねえわっていう自分の弱さだ、うん、じゃあもう完全に減らってるってことですか。もう完全に減らってるわ、完全に減らってるわ。でも配信はやめないんですよね。配信は絶対やめない。やりたいときにやる。やっぱ配信やめないんだったらやっぱりそう残ってくれる人たちのためにもやっぱ夢はなんかつけた方がいいっすよ、うん、いやもう本当にもう 無理なんだ俺。もう閲覧30でぬくぬくとやってくる。その閲覧30でやっていこうがなんだろうが別にもうそれは和道さんの好きにしたらいいっすけど、うん、その残ってくれる人たちにもちゃんと示しはつけた方がいいんじゃないですか、うん、いやもう どう示しつければいいかな、アキラッパ。まあどうって言われてもそれはもう和道さんの誠意を伝わるようなことをするしかないとは思うんですけど、うん、いやもう正直何もやりたくねえっていうのが本音だわ。あ、うん、できればもう自分のケツを拭くこともできないからうんこまみれなんだ今。自分のケツ拭けねっつう話はまあそれはちょっとあれかもしれないですけど、うん、まあなんかそういうなんか、うん、まあ疲れちゃったとかっていうのもわかるんですけど、うん、なんか今まで応援してくれた人たちに泥塗るようなことを 言うのは良くないと思うんですよ。そうだね、そのことに関してはちゃんと謝罪はした方がいいんじゃないですか。そうだね、ほんとごめんアキラッパ、申し訳ない。いやもう僕以上にもう今まで和道さんのことを応援してくれてたあのリスナーさんたちに謝ってくださいよ。いやもう全員いなくなった。それはもう俺の問題だからさ、俺でやってくよ、受け入れてくよ、うん、もうこっから花火も飛ばねえし閲覧も減るし、それ受け入れてやってくからさ、静かに自分で背負うから。それはアキラッパほんとごめん。もう別にもう別に僕はまあお声掛けしてもらっただけでもありがたかったんで、別にそれは別だけど、うん、ただと、うん、やっぱりお互い配信者っていうところが あるじゃないですか。そうだね、配信者としてやっぱりそのリスナーさんに対してなんか誠意を見せてもらいたいなっていうのがちょっと僕の気持ちいいですね。あ、もうリスナーには絶対誠意見せないってもう腹くくってて、うん、そこはそこだけはもうそう思ってる。ああ、うん、配信者、うん、もう配信者じゃなくてゴミクズとしてやっていこうと思ってるから。ああ、うん、そう、だ俺のこといっぱい叩いて放送で、本当にゴミがっつって、うん、ごめんなアキラッパ、ありがとな。いやいや、まあ、うん、ちょっとまあ酔いが冷めた頃にでもちょっと冷静になって考えてみてくださいよ。いやもう考えると減らるから、もうパチンコ打つわ。パチンコ打つときは必殺仕事人がおすすめだわ今。まあ、パチンコの話は別にどうでもいいんですけど、うん、パチンコやるっていうのもちょっと発言は抑えた方がいいんじゃないですか。いやもう赤裸々に行こうと思ってる。もうリスナーの金でパチンコに行く人生、これからは、うん、これからは花火が上がるたんびにパチンコ行こうと思ってる、うん、わかりました。うん、逆になんか隠してるっていう風になってたから今まではなんかお前パチンコ行ってんだろみたいな。だからもう行くわって開き直っていこうと思う、うん、
堂々と、うん、だからお前は日の当たるところで頑張ってくれ、俺は地獄で地獄で這いずり回ってるから、お前は太陽の下で生きてくれ、それが俺の最後の願いだわ。太陽を浴びて生きてくれ、俺みたいになるなよ。いやー、いやそんなこと言わないでくださいよ。俺みたいになるなよ、お前ならできる、アキラッパ。俺の屍を踏み越えていってくれ、アキラッパ。まあ、和道さんが今どんな風に言おうと、うん、和道さんが今までやってきたことは僕はちょっとすごいと思ってるんで。いやすごくねえわ、本当詐欺師だわ、前科3犯だわ。過去の詐欺師だろうとなんだろうと別にどうだっていいんですよ、うん、まあ、うん、まあちょっと、うん、まあいつか、うん、いつ治ってくれることを待ってます。地獄でお祭りするわ、地獄で、地獄で地獄のダンスをしてるわ、アキラッパが輝くように闇を深くしておくわ、こっち側のコントラストを強くしておくから。いやあ、うん、わかりました。うん、じゃあな、はい、もう俺とは関わるなよ、ゴミクズとは。まあ関わるな、関わる関わらないよ、まあ、別に。いやもう俺の名前出すたびに本当に荒れるから、もう俺みたいなゴミクズとは関わるなよ、アキラッパ。お前ならできる、アキラッパ。ありがとう、頑張れよ。ありがとうございます、うん、ごめんな今回の件は、悪かったわ。いや大丈夫ですけど、はい、うん、じゃあね、わかりました、はい、うん、失礼します。失礼します。また一人、また一人友情を失ったわ。ゴミクズイヤホイ、ゴミクズイヤホイ、ゴミクズイヤホイ、おいヘイヘイヘイ、また一人後輩失ったぜ、ゴミクズイヤホイ、信用失うイヤホイ。 KPゴミクズイヤホイ、ほわ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 、地獄へようこそ。クズ祭り。もしもーし。おい、はい、今からお前んち行くから待っとけ。来るんすか。お前ちょっと叩き直してやる。いやもういいっすよ、鮫島さん、ゴミクズなんすよ。今新宿にいるから。いやゴミクズなんすよ僕は。うるせえんだ、だったらゴミクズを叩き直してやるよ。いいっすもう、鮫島さん優しすぎますよ。鮫島さんいいっすよもう。お前マジでゴミクズなんすよ。あと20分ぐらいで着くから。ゴミクズなんすよもう。うるせえんだよ。いいっすよもう。言い訳にすんじゃねえそれよ。いやもういいっすよ、イベントも諦めたし。知らねえよてめえがゴミだとかクズだとかよ。何なんすか。知らねえんだよ。どういうことですか。言い訳してんじゃねえよ。いやもういいっすよ、もうゴミなんで。だったらゴミらしく生きろよバカ野郎。いやゴミらしく生きますよ。何がゴミクズだからだよてめえ。免罪符にしてんじゃねえぞこの野郎。どういうことですか。お前叩き直してやっから。いいっすいいっす、めんどくさいんでもう。今からボコボコにしてやっからお前のこと。いやめんどくさいっす、めんどくさいっすマジで。いやめんどくせえとかじゃ関係ねえ、もう今お前の住所をもうナビに入れてっから。いやめんどくさいっすマジで。あと20分で着くから。いいっす、会う気ないっす。めんどくせえじゃねえよ。いやめんどくさいっす。うるせえんだよ。めんどくさいっす。ごたく言う暇があんだったらやれや。いいっすもう。いや諦めたんだんでいいじゃないですか。うるせえな、信用ねえんだったら信用気づけや。いや信用もうないっすよ、だからいいじゃないですか。当たり前だろ、お目にあるはずがねえんだよ。だからもうないんすよ。いいじゃないですか。
だったら気づけじゃなくてもういいっすよ。だったら配信やめろ。もう関係ないじゃないですか。やりますよ別に。うるせえんだよ。うるせえんだおめえはさっきからよ。グダ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 よ。なんすかなんすか。できねえ言い訳ばっか言いやがってよ。いやできないから諦めたって言ってんじゃないですか。だったら配信もやるなっつったの鮫島さんじゃないですか。うるせえ今から行くからな。鮫島さんがやめろっつったんじゃないですか。うるせえじゃあな。どういうことっすか。意味がわかんねえマジで。めんどくせえマジで。どっちなんだよ。嫌だよ。めんどくせえ。狙ってるぞ。のんちゃんもう帰ったよ。大丈夫だよ。ビビってるでしょ。ビビるでしょ。ビビるでしょ。ビビるでしょ。そりゃふぎゃーじゃねえよ。もしもし。もしもし。もしもし、和藤です。こんにちは、はじめまして。こんにちは。はい、どうも。うん。大丈夫ですか？ダメ。てか、矢野ラッキーって女の子だったの？そうですよ。男だと思ってたわ、ずっと。そうです、はじめまして、どうも。うん。ダメですよ。自分責めちゃ。トイレ行ってもいい？いいですよ。うん、ちょっと話してて、矢野ラッキー。あ、はい。すいませんね、皆さん。リスナーの、いつもお世話になってるリスナーのものです。で、まあ、今回のね、件、ちょっとやっぱり、一つのことを、みんなでやり遂げるって言った以上は、やり遂げていってほしいなと思ったんで、ちょっと、どうしてもいたたまらなかったんで、LINE 差し上げた次第なんですけど、まあでも、配信やってたら、やっぱりいろんなことがあると思うんですけど、でも、叩かれてもいいじゃんって。ね。叩かれてもいいじゃんって。ある意味、開き直るところは開き直って、自分を責めないようにしていってほしいです。もう無理なんだって。わかるんですけどね。でもちょっと数分間だけでもちょっと本当に私もちょっと伝えておこうかなと思ったことがあったんで、うん、LINE 差し上げた次第なんで、うん、手短にさせていただきました。え、何？手短にさせていただきました。え、俺何も聞いてないけど、まだトイレ行ってきただけなんだけど、挨拶して。あ、そうですか。うん、あまりちょっと、なんだろう、あんまりご自分せ、責めにならないでください、本当に。だってさ、しか言え？だってさ、自分が悪いわけじゃん。自分が。もしもし？もしもし？はいはい。自分が悪いわけじゃん、全部。周りに迷惑かけて。で、責任取らないとダメじゃん。自分が悪いんだから。そう。自分で撒いて、自分で誘ったんだから。そうかもしれないですけど、でもやっぱり、悪い方に悪い方に考えないで、うん。うん。少しずつでもっていう風な感じでいきましょうよ、本当に。いやもう、少しずつでもさ、あれなんだよ、だから俺、もう普通にやってくよ、そのまま。だってもう、無理だったんだもん、無理なのは。
けれども、やっぱりその、例えば仮に1でも2でもね、それが、なんていうのかな、いい方向につながるような、希望を持ちましょうよ。希望はないよ。わかるんですけどね。すごく。うん、ただでも私もあのリスナーでちょっといつも見させていただいてますけれど、まあでも、うん、あの味方がいるよっていうことを忘れてほしくないなと思ったんで、お電話あの LINE でちょっと語らせてもらおうかな、うん、数分間だけでも本当に語らせてもらおうかなと思ったんで、うん、いや全然いいよ、はい、言いたいことは言って、いやいや、もう本当にそれだけなので、うん、今後とも、うん、よろしくお願いします。うん、応援してますから、うん、本当に。ありがとう。あんまり期待し、あんまり期待しないでね。いえいえ、とんでもないです、うん。うん、ありがとね。はーい。はい。しねしねコメントありがとうございます。もう期待をしないでくれ、俺に無理なんだから、できねえんだから、何もやらないんだから。もしもし、もしもし、トムソーヤ君、今あの配信したんですけど、うん、あのネタとかじゃなくて本当にイベントやらないんですか？イベントはもうダメだ、ごめん、トムソーヤ。選手とかリスナーさんとか楽しみにした人とかもいると思うんで、やった方がいいと思うんですけど。うん。でももうアンチが多すぎるしさ、俺にそれが耐えられない、はい、耐える根性がないしさ、いや無理だよ、はい、俺。ブッキングもうまくいかねえし。でもやっぱりやった方がいいと思いますけどね。うん。じゃあ分かりました。うん、自分がこの。うん。同じ内容、同じ出演者で自分が主催でやります。うん。うん、じゃあ、頼むわ。はい。うん、じゃあ、リスナーさんみんな、うん、トムソーヤ気が向いてフォローしててください。自分が、うん、あの主催でやるんで、うん。うん。頼むわ。よろしくね。はい。うん。はい。うん。します。はい。はあ、ああごめんごめん、もしもし、もしもし、ワドです。ワドちゃん、はい、やめんですね。やらないです。どうしたの？いやもう自分の実力不足です、うん、もう諦めちゃうの。はい、すいませんでした、本当に。あ、俺はいいよ、俺はいいけど。いやいや、でも諦めんのも諦めないのもね、さっき今聞いてたけどさ、はい、そのアンチが多すぎてって言うけど、でも自分次第ですね、はい、最後決めるのは。いやもう根性なかったっす、自分には。いやー、アドは根性あると思うよ。いやもうダメっす、もう旅もあのイベントもなかったら、根性なかったらね、あんなきつい練習耐えてね、捨て頃出れないから。いやいや、あとは、ね、自分に根性があるのに、あの自分のことをね、ちょっとね、こう悪く見すぎよ、うん、いやもう、ブッキングも運営さんから借り、あの本予約は、うん、入れたのに、ダメになっちゃって、夜中に連絡あって、うん、はい、だからそこで、まあ、諦めるのもワードだし、はい、諦めないのもワードだから、はい、それはもう、任せるから。はい、もう頑張って。はい。あ、はい。はい。お疲れっす。お疲れ様です。すいませんでした。おーす。はい。失礼します。うんこ以下ですよ。うんこ以下。
もしもし。お前はそれでいいんだな。もうさっき話したじゃないですか。お前は去年の冬覚えてるか？俺と海に入ったの。覚えてます。お前に根性がなかったらあんなことやらせないし。いや、ダメっすよ。お前は根性あるからあの海に入れたんだよ。お前思い出せよ。お前は。やれなかったら俺はお前に大阪行けなんて言わない。俺がお前をやれないって判断してれば。はい。ね、いろんな挫折があるんだよ。鮫島さん、あの。伝統太郎だって俺だって、うなちゃんマンだってみんな。サメさん。じゃあ今があるのはなぜか、耐えたからだよ。鮫さん、僕待ってますよ。家、あの、来てください。待ってますよじゃねえ。今話してんだよ。はい。直接。どうでもいいんだよ、そんなことは。はい。お前ができるからみんな言ってんだよ。お前できねえ人間を荒野にイベントやれるって誰か言うか。いやでも、言わねえよな。いやもうリスナーさんからも人望ねえって。だからリスナーの信用ってのは勝ち取れよ。うるせえな。ガタガタ言ってよ。いやもう何年もお前を見てんだよ。いや5年やった。たった1個のことでね、信頼が揺らいだりってか、もうお前は信用はねえんだよ。はい。そもそも。はい。だったら信用されるように動けよ。ないやもう無理っすよ。根性を見せろよお前、あの時の冬の海の時のようによ。お前往復したろ。いや嫌われ者なんすよ。やっぱ無理なんすよ。嫌われ者だよイベントや。お前のこと好きな人間なんていねえよ。はい。だから当たり前だろ。やっぱりその人望がある人がやらないダメっすよこういうの。人望あるないじゃねえんだよ。最初からあるわけじゃねえんだよみんな。いやな、はい、いやみんなそうなんだ。ビル・ゲイツだって今のね立ち位置にいるのはなんでか、努力してるからだよ。才能なんていらねえんだよ。9割努力なんだよ。ね、1割の才能なんだよ。はい。そんなもんやり続けりゃ才能なんてどん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 ね、磨かれてくんだよ。いや、もう、無理っすよ。いや、いやもうじゃねえんだよ。やれよ。いや、もう、無理っす。のんちゃんももう。見返してやれよ、だったらよ。いや、もうのんちゃん、言われてよ。いや、もうのんちゃんもいなくなっちゃったんで。あ、いなくなる、どうでもいいやんな、ババアは。かわいいの。どうでもいい、興味ねえし、俺には。かわいいのんちゃん。うん、可愛くもなんともないけど、別に。死ねばいいと思うし、正直、そんな話でどうでもいいんだよ。リスナーにも関係ねえんだよ、そんな話。お前がやるかやらねえかなんだよ。お前のね、事情なんか知ったこっちゃねえし、こっちは。まあ、お前が減らってる。だから何、うん、お前が飯食えてない。だから何なの、はい、うん、はい。お前がやればいいんだよ。やるかやらないかなんだよ。な。当たり前だろ、そんなの。それ以外期待してねえんだよ、何も、お前には。はい、うん。誰も期待してないし、今の段階で。お前やってないんだから。やってないものに期待はしない、はい、お前がこれで大阪へ歩いてった、大阪着いた、そしたらみんなこいつ根性あるじゃんってね。お前やってないものに金払えってのはおかしいんだよ。花火くださいじゃねえ、何かやってから花火もらえよな。結論、お前は何もやってない。今の段階で何の実績もない。俺から言わせればお前なんかまだまだひよこだよね、はい、だったらやれよ。俺だってできることがお前にできねえわけねえだろ。でも僕、俺みたいなポンコツができてんのに、うなちゃんマンができてんのに、お前ができないわけないの。最愛の彼女を失ったんすよ。どうでもいいんだよな、女なんか。女なんかにメソメソすんじゃねえよ。くだらねえな。すげえ可愛かったんすよ。かうるせえんだよな、もう。女なんかでくよくよすんじゃねえよ、マジで。だりんだよ、そういうの。マジで、はい。お前の事情だろ、なんだよ、そのことを俺に話してなんか解決すんのか。な、慰めの言葉が欲しいのか。はい。な、はい。お前甘いんじゃねえよ。はい。マジで、女子高生ってか、お前。はい。な、女が何なんだよ、うるせえな。え、めっちゃ可愛い。マジでよ、かったるいんだよ、はい、そういう話。はい。うん。同情が欲しいから配信してんの？いや、違います。花火が欲しいです。だったらやれよ。だったら何か成し遂げろよ。はい。一個でも成し遂げろ。お前一個も成し遂げてねえんだよ。何もねえんだよ、お前には。はい。花火なんか上がるわけねえべ。そんなの、はい。当たり前だ、常識で考えるんだもん。な、アルバイトだって、働いてお金もらうんだよ。はい。ね。前払いなんてねえんだよ。基本働いて、その翌月とかに給料が振り込まれんだよ。対価として。なんでお前。いや、パチンコ行ったって何したっていいよ、風俗行ったって。別に何したっていいよ、もらった金を。でも、だったらもらうために何かやれよ、努力しろよ。才能がねえって嘆く暇があったら、人一倍努力しろ。もうこっからは大手になりたいとか、
もう金稼ぎだから大手になれないからお前は。いやだからもうひっそりとやっていきます。甘えるな。大手はそんな楽な世界じゃねえから。いやもうひっそりとやっていきます。 なりたくてみんななってるわけじゃねえんだよ。ひっそりとやっていきます。もうあだったら配信切れ。そんなメソメソすんならでみんなに見せてみっともないだろ。はい、なだったら一人でなんか酒でも飲んだりね泣いたりして配信外でやってくんな。はい、みんなそんなもん見たいんじゃないんだよ。お前がねどうかとか関係ねえから興味ねえし、さらさら。はい、うん、でもお前が減らってる時は見せるなよ、はい、いちいちめんどくせえんだよ。かまってほしい、うん、だからかまってほしいとか知らねえし、お前の事情なんか寂しいっす。女もじゃあ首切れよ、自殺しろよ。だから怖いっす怖いっす。怖いっすじゃねえよね。はい、うん、だったら配信切れ、黙って。いや寂しいっすね、みっともないからマジで。いや寂しいんすよ。うん、だから知らないそんなもん、はい、知らねえそんなもん。めっちゃ寂しい。お前が寂しいから何なんだよな。お前が寂しいから何、どうしたらいいの。いや寂しさ関係ないから紛れるんで、うん、知らねえよ。約束を守んないやつに誰も心配しない、はい、お前みたいな、はい、お前みたいなゴミを、はい、ね、ゴミに同情するやつなんか一人もいねえこの地球上、はい、間違いなくいねえよ、はい、うん、いやでも叩かれてた方が楽なんですよ。だから叩かれてた方がとか楽だとか楽じゃねえとか知らねえし、はい、お前の事情なんか知ったこっちゃねえし、はい、やれとりあえず今から大阪行け。いや無理っすな、うん、事情お前の事情なんか知らないし汲み取る気もないから、はい、うん、5体満足でいる以上やれ。いや言ったんだから。いや他の人できますよ、俺は無理っす。いやだから他の人じゃねえ、お前が旅企画やって言ったんだろ。いやもうお前が言ったんだろ。だからねけじめつけろと。それができないんだったら配信やめた方がいいんじゃないって俺は言ってんの、はい、ね単純に、はい、単純なことだろ、はい、単純明確なんだよ、はい、別にお前に期待はしてねえんだよ。だからやるって言ったことはやり遂げろって言ってんの。できないです。男なんだから、はい、な。いや別にお前が男じゃないんだったら別にやんなくてもいいよ別に、はい、まあ、関係ない。お前の人生なんだし、お前がどう思われるかなんだし、はい、俺には何の影響もないから、はい、ね、お前がゴミクズだろうが何だろうが、はい、善人だろうが俺には何の影響もないし、はい、お前が女と別れたとか俺は知らないし興味ないし、はい、そもそも、はい、うん、どうでもいいし俺からすれば、はい、どうせ台本だって分かってるし、はい、ね、だからいいからやるかやらないか。やらないんだったらすっぱり配信切れ今。やらないぐだぐだぐだ言っててもめめしいんだよ、はい、な、かまってほしい。知らねえ猫飼えよ、うるせえ、うん、はい、知らねえそんなおめえが寂しいからってなんで大勢の人間巻き込むんだよ、はい、な、はい、めんどくせえんだよマジでお前みたいなやつ、はい、な、はい、おかま野郎がよ、はい、な、はい、でこんだけ言われて悔しくないだったらもうお前はもうダメだよ。いやダメ、もう本当に、はい、本当にダメっす、うん、知らねえ言い訳ばっかしてんじゃねえよな。俺はゴミクズだとか、はい、みんなそうだよ、はい、お前以上のゴミクズが5万といるんだよ、はい、お前はねゴミクズにもなれない中途半端ななんだろうカスだよ、はい、お前はゴミじゃないカス、はい、うん、お前がゴミクズだったら俺どうなっちゃうんだよお前、はい、各廃棄物になるぞな。お前みたいな中途半端な人間が一番いらねえから、はい、わかりました、うん、だゴミクズだったらもうほんと女ぶん殴って金巻き上げるぐらいやるよ配信で、うん、そしたら俺認めてやるよお前はゴミクズだって、はい、だからお前それすらやんないじゃん、はい、別に何にもやんない。自分の手も汚さないじゃん。ゴミクズにはなってねえよお前は。なお前みたいなやつを偽善者って言うんだよ、はい、偽善なんだよお前がやってきたことは、はい、全部、はい、偽善だし偽悪。お前がやってることは、はい、悪を語ってるだけ、うん、お前は悪じゃないから、うん、だからへらったふりもやめて。本当にうざいからね。へらってねえのも分かってんだよ、もう分かってんだよお前の気持ちなんか全部こっちはな、はい、だからへらってんだったら手首でも何でも切っちまえよな。もうお前が死んだって俺に何の影響もないんだから、はい、ね、誰にも影響しないんだから、はい、ね、別に死にたかったら死ねば、うん、弱いやつだと思うから俺は。そう、まあもちろん死にたいっていう気持ちは分かるし、でも死にたかったらご自由に、うん、はい、お前は死ぬこともできないんだよ要は。そうですね、勇気ないですね。ただの1ビリ野郎だよ、はい、うん、だったらもう二度と金輪際二度と生意気なこと言うな。はい、わかりました、うん、一生な、はい、うん、絶対言うなよお前、はい、お前のこと監視してるから。わかりました。
高光でイヤホーイ。もう俺はダメだからもう。お疲れ、お疲れ様です。花火ください。1200人、お情け花火。はい、おみくず、いや、はい、おなさけ、いや、はい、ケビン、わたがしありがとう。わたがしやほい。風船ありがとう。ケビーやほい。三胖一回，アイテムがすべてだよ。ありがとうカクリン、風船ありがとう。俺は金が欲しくてやってるの。閲覧が欲しくてやってるんだよ。ゴミクズだよ。有名になりたい。金が欲しい。楽したい。約束は守れない。俺はそういう人間だよ。わたあめありがとう。風船ありがとう。俺はゴミだよ、ゴミ。ゴミだよ。ほじきですよ。ゴミです。ゴミです、ゴミです、ゴミです、ゴミくずイヤホイ。風船ありがとう柴田さん、ロコガール、風船ありがとう。ありがとう、ハートありがとう。ゴミでしょ、ゴミ。
疲れた。寄り目がひどいのはゴミだからだよ。いやーもう疲れた本当にマジで。いやーもう歩いたら疲れるから無理だよ。俺には根性ない。大阪に行けるわけないじゃん。そもそも俺が全部投げ出してきてるんだもん。カズ軍曹ありがとう。全部投げ出してきてんのも今までやれるわけねえよ俺に。でしょ、俺がなんか一個でもやったことある今まで。一個でもやりきったことなんかないよ。何一つやったことねえよ。いいんだよ、やらないもんはやらないんだ、できないもんはできない、うん、いや負けましたからね結果捨て頃。俺はリングの上で自分守っただけで戦ってすらいなかった。花火ありがとう、南波さん。花火ありがとう。花火ありがとう。風船ありがとう。弾き語りじゃないよ。弾き語りじゃないよ。弾き語りはやんないよ。弾き語りはやんねえ。こっからもう、スメルズ・ライク・ア・ティーン・スピリット。やっぱカート・コバーン、カート・コバーンでいこう、カート・コバーンで。カート5番だよ、カート5番。もうひたすらスメルズライカーティーンスピリットだよ、ひたすら。わかりる？わかりる？みんな。できたね、いいね。カートが乗り移ってきたよ、カートが。いいね。It's fun to lose a shoe pretend. She's so able and rash though. I know, I know a dirty one. Hello, 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 hello.Hello, hello, 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 hello.
にゃ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 ありがとうございます。ありがとう。すいません。よいしょ。俺新宿っすよ。ああ辞めたわ。閲覧300減ったわ、うん、閲覧300減ったわ。300、うん、閲覧300減った、うん、俺はアキラッパに話はないよ俺は、うん、バガープレゼントありがとう。300減ったな、あいつら。うさぎ小屋からまだ引っ越せないね。いやもう無理っすよ。死んだんだよ和道っていうコンテンツは。もうこの世から和道、今までの和道なんて嘘だったんだよ。嘘だった。明日からもう無理だろうね。ゴミクズ配信者だからもう無理でしょう、うん、ゴミクズ配信者だから。電話入れるわ。来ないでって。来ないでって言うわ、うん、お願いする、もしもし。もしもし。アキラッパ来なくていいよ。俺今会う気分じゃねえよ、アキラッパと。いや、直接会って話さないとちょっと気が収まらねえんです。でもさ、さっきも話したけど、アキラッパに悪いと思ってるしさ。いや、悪いと思ってるっつって、だっておちょくってんじゃねえんですか、枠で。何が？今は、アキラッパと会う気はないよ、俺。で、追ってんじゃないんですか。遅くってはいないよ、別に。アキラッパのことを。すげえ小バカにしてるっつう風に言われてるんですけど。まあ、配信録画残ってるから見てもらったらいいよ、全然。で、こっちはだって真剣に話してるわけじゃないですか。イベントの件に関してはさ、イベントの件に関してはさ、悪かったと思ってるけど、怖いからさ、やっぱ今の怒ってるアキラッパと会ったらぶっ飛ばされるんじゃねえかって思ってるから、そう、申し訳ないんだけどさ、今会う気はないよ。いやいやいや、ぶっ飛ばすってそういうんじゃなくて、普通に面と向かってちゃんと話がしてんすよ。でも俺謝ることしかできないよ。いやだから、はい、配信外っつうか、こうやって配信のところでやってたって、結局なんかおちょくったりなんだりっつうのあるわけじゃないですか。会って話さないと分かる。俺別にアキラッパのことおちょくってないよ。おちょくってるとしか思えないです。何が？
だってさっきだって電話来た後踊ってたんじゃないですか。いや踊ってたよ。でも完全におちょくってんじゃないですか。だっていや別にアキラッパのことをおちょくってるわけじゃないよ。しかもイベント中止の連絡だって来てねえっすよ。だってうん、どう考えてもおちょっと食ってるとしか思えねえじゃないですか。うん、違えんすか。いや俺はアキラッパのことをおちょくるつもりはないよ。ただイベントのことに関しては申し訳ないけど、あのさっき話した通りでさ、申し訳ないなと思ってるよ。とりあえず今向かってるんで。いや会いたくないって俺。絶対喧嘩になるもん。で勝てないもん別に喧嘩になったら。いや別に殴り合うとかそういうあれじゃないんで、とりあえず行きますんで。いや怖いから、怖いから勘弁してよ。ねアキラッパ。聞いてねえの。なんすか？アキラッパさ、俺今もう会う気がないんだわ今。悪いんだけど。なんすか？うん、勘弁してくんねえかな。会う気がないとかじゃなくて普通に。うん。いや、わかるよ。会って話がしたいっていうのは。とりあえず今どの道運転中なんで。うん。新宿向かうんでちょっと待ってください。いやちょっとアキラッパ聞いて、一回止めて。なんすか。うん、車止めて一回話しよ。俺は会う気ないよアキラッパと今日。それは何ですか。いや怖いから。何が怖いんすか。いや殴られるかもしんないから。殴んねっつってんじゃないですか。いや でも会う気がないって言ってんの今。別に自分一人で行くわけじゃねえですから。誰と行くの。だアメ人も拾ってアメ人と一緒に行くんで。いやいやいや、もう余計会う気ないよ。アメリカ人もアキラッパも申し訳ないんだけど。申し訳とりあえず行ってください。いやいや、来ないでアキラッパ。申し訳ないんだけど日を改めよ。もしもし。ちょっと無理っすね。いや無理じゃなくて迷惑だからやめてくんない。いやいや迷惑だ。こっちこっちにも迷惑かかってるわけじゃないですか。かかってるかかってる。それでこっちには迷惑かけんない。それはちょっとあるじゃないですか。いやその件に関しては申し訳ないと思ってるよ。イベントの件に関してはいくらでもちょっと自分勝手すぎねえですか。うん、自分勝手だと思う。でも俺は今アキラッパと会う気はないよ。うん、暴力沙汰とかになったら嫌だし俺。だからそうならないためにアメジも連れていくわけじゃないですか。いやいや、アキラッパ絶対怒ってるって今。うん、だから勘弁して家に来るのは今日は。そういうんじゃちょっと無理ですね普通に。ちゃんと なんで無理なの。なんで無理なのよ。今話したいからす。いや話は電話でできるじゃん全然。顔見てちゃんと目見て会って話してんすよ。いや申し訳ないんだけど今会う気分じゃないんだわ。まあ、とりあえず向かうんで。いや待って向かうんでじゃなくて、うん、めんどくせえマジで。アキラッパ？アキラッパ？もしもし。俺会う気ないよ全然。俺会う気ないよ。断るよ。
や、カズムンソ来てよ、じゃあ。いや絶対殴るでしょ、この流れは。いや、めんどくさいよ、今。だって会う気がないんだもん。断ってんじゃん、俺。会いに来るまで怒らせたのはワドだよっつったってさ、俺別に明らっぱに謝ってるわけじゃん。じゃあ大阪って、大阪もやる気ないよ俺。殴られちゃうよ、やだよ、番になるし、いやめんどくさいんだって喧嘩とか、もう勘弁してよ、ほっといてよもう。いいよみんな来なくて。いや顔見て話すつもりないよ俺は。戦車に迷惑かけたのは申し訳ないと思ってるよ。もう配信切るわ俺。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。